この山をまず取るというところですね。まず、右前の山を取ります。山を大体決めたら、山からこの前尻に向かう方向をまず取ります。これは、目尻のこのカーブに大体平行になるように意識してみてください。そしてざっくり書いたら、今度山から眉頭に向かうラインを整えていきます。はい、で、この右眉が大体ですね5割ぐらいできたら、今度また同じように左眉の山を取ります。で、山から眉尻に向かう方向を取ります。で、山から今度眉頭に向かう方向を取ります。何もないところに描くときは、このようにして左右をバランスを見ながらですね、少しずつ描いていく、描き足していく方がやりやすいです。今細くなっているので、今度眉山の下のラインを少し足していきます。で、眉尻の方も少し膨らましていく感じですね。で、眉頭も少し太めに描いていきます。はい、同じように左側も少し眉山の下を少し膨らまします。左右をこうバランス見ながらやる方が、本当に完全にどっちかを仕上げてしまったらね、あとやりにくいので、こんな感じで左右を見ながらやっていけばいいかなと思います。この今描いている眉頭の方の描き方はですね、点の方向は山から眉頭に向かう方向ですね。大体皆さん眉頭から山に向かうような描き方してますけども、そうするとどうしても眉頭が濃くなりますんで、どうでしょうか。大体ね、イメージがつかんできたかなという感じですね。眉山の下のと眉尻のあたり、ここら辺がね一番濃くなったらいいところですね。それから眉の下のライン、下のラインも少し濃いめに描くと立体的になってきます。底辺ですね、底辺を下の濃いめに描くんですね。右も同じように底辺を濃いめに描いていきます。そして眉山と眉尻のあたりをと濃いめに描く。だいたいイメージが整ったと思います。で、最後に描いてからですね、ペンでこの長さとか高さとか眉山の位置、そこら辺をこうチェックして完成です。